よし、やるか。そしたらほぼほぼ回ったからこっちだね。あとここにファストトラベルしよう。湿地帯前、船着き場跡に着いた。これでチョコボを呼んで、これでいけんのかな。チョコボで入ってみよう。おお、いける。湿地帯でも多分ね、調べるところが結構あるから、ミスイルマインがあそこで、その前にこっちの3つやっちゃおうかな。よし、本当に当たるんだろうな。底なしにも回るって話じゃねえ。それにヘビの化け物も出るんだろう。ねえ、チョコボなら大丈夫って言ってたけど、この子たち信じよう。チョコボの速さなら逃げ切れるってことかな。っていうことは、これさ、こうやって泳いでたら、あいつが追ってくるってことかな。怖すぎる。初代 FF7 やってた時もなんか、底なし沼を渡ると後ろからでっかい蛇の影が、ふーって近づいてきて、そいつに当たるとね、バトル開始になってたんだけど、ミドガルゾールム。ここはどこだ。なるーなるー。こっちの上は歩ける感じ。歩けない、なんか歩けなさそうだけど。別にこっから登るわけでもないか。この上はいけないのかな。ホライゾンみたいにフォーカスできないからさ。いや、そうだよね、いけないよね、ここ。あそこどうやって行くんだろう。もう一個の道の方から行けんのかな。とりあえずこの沼地を一周してみるか。どこまで行けんのか。なんか振動が。あ、敵がいる。あ、セフィロスじゃん。セフィロスだ。本当？いない。あ、いる。いるけど違うやつじゃない？追うぞ、追うぞになっちゃった。追った方がいいのかな。え、てかなんかアイテムとかいっぱいある。さ、アイテム先。え、待って、敵がいる。敵がいる。敵がいたわ。いい調子。行くよ。よろしくね。こっちにして。また消えろ。これ変化をつけよう。やってやる。ここだ。油断したな。行くぞ。私に任せて。ああ、やばい。祈りができなかった。このアイテムを取って。どうしたんだこの人は。いねえな。え、そうだね。話しかけらんないんだ。
もうなんかリユニオンされてる人がいる。リユニオンされてるというか、しようとしてる人か。ここは、ここは別に登れないよね。登れなさそう。もうなんか陸地の方から行った方が安全そうだけどね。あ、でも これ以上行けないのか。こっち側は？あ、アイテムある。星の恵み。ウィー、登れないよって。すごい不気味な沼地だね。古代の FF7 はただただ広い沼地だったけど、こんな感じだったのかーって。アイテムがある。あ、なんか匂いを何かを感じてる。そこか。このね、微調整がさ。よし、エメラルド。登れない。なんかアトラクションにこういうのありそうだ。あ、なんだあれがゴールか。急ぎ、あんま急ぎたくないけど。あ、ミドガルゾール。なんだ、どうした。これミドガルズオルムの上に乗っちゃったよ。よりにもよって、落とされた。おい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 、全員逃げてたぞチョコボ。どうすんのこれ。ミドガルズオルムと戦うの。島に期待。勝てんのかな。うわ、これ、うわー、うわー、痛い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 。もうちょっと、痛すぎ。レッドサーティー、見破ってくれ。なに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 。弱点攻撃で一定のダメージあるとヒート状態、一発でヒート、連携アビリティ一発。弱点ブリザードか。 OK。 どこ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 。うわー、やってやれ。これいた。違う、ブリザードチェインして。スティファーが溜まってないのか。チェインアビリティは使えないの。いた。わかった。やばい。あ、なんだ。なになになに。こいつやっぱイベント戦なのかな。何を仕掛けてくんの。あった。
リザーブメンバーと連携アビティを一度だけ使用できる。無条件に選ぶことができる。コマンドメニュー開き、リザードメニューコマンド、窮地を脱しましょう。あ、できる。3段階に増加。ビジョン申請でいいのかな。ちょっと待って、マジック、フェニックスの薬、何が違うんだこれ。フェニックスの良さかな。まだやれるはずだ。やってやる。負けないから。ああ、そう、あれがいないんだわ。じゃあこっちだ。よし、アイテム、フェニックスのクラウドにして、これいけんのかな。違うな。これはマジカムブルーム。リミット技のレベルアップ。なんかどれも微妙なんだが、ちょっと待って、頼める。ちょっと待って、身構えてる。あ、行った。どこ行った。あ、やばい。いけるか。早く溜まって。アイテム全員これだ。よし、これでアイテムミスターポーション使って、ちょっと待って、いなくない？ティファどうした？ティファ、あれ？ティファどうしたの？ティファがいなくなった？また、あ、ティファー、ティファがリミット技使える。違うな、アイテムで、あれ、ハイポーション的なのなかったっけ。準備はできている。こっちだ。じゃあよし、たまった。アイテム、アイテムを使うしかない。やってやれ。下がって、手を叩くこそやる。あ、やばい。芝を召喚したいな。アイテムで、リミット技、リミット技使えるのかな今。どんどん熱が溜まってる。どんどん熱が溜まってる。入った。気をつけてね。ああ、チェインアビリティ
使えるな。チェインアビリティ使うか。クラウド行くぞー。これでおお、なんかバーストになった。アビリティ、スピンハーグしてもらって、ティファー、ティファーはリミット技だろう。ブレイバー、よし、そんでアビリティで祈りしてもらって、なんかしてくるぞこいつ。おい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 、やばー、身構えてる。どうしよう、ハイポーションをティファーに。クラウド、タイタン、タイタン、ラム、いや、アイテムで自分を回復しとこう。ティファー、これ芝を召喚するべきだ。やれやれ、弱点属性、灼熱ブレスやろうとしてる。いけー。スターダストレイ、アイシクル、よし、え、倒した。やばい、シバの大技見れなかった。お、なんだ、まさかミドカルゾールムと戦うと思わなかったから、何の準備もしてなかった。クラウド、引きずり込まれてる、大丈夫か。うわ、クラウドが、てかそんな体してた、ミドガルゾルム。なんか羊みたいな角ついてる。うわ、た、食われるよ。え、なんだ、うわ、出た、セフィロス？ここでセフィロス？こんなシーンあったっけ？来た！あんなに苦労したミドガルゾールも。出てきた。え、あ、串刺し。どっちにしろ上に戻んないと。クラウド、気がもう。もしもし。あ、これは。私、わかる？なんとか助かったのか。エアリス。おかえり、クラウド。
セフィロスは。やっぱりセフィロスは強いな。あの人たちいる。あの連中もセフィロスを追っているのかもしれない。うん、そんな感じするね。俺たちも行こう。ミドガルゾールムを倒したことで泳いで湿地だ。そうなの？てかミドガルゾールムマジで1匹しかいないんだ。そうか、なんか初代のさ FF だとミドガルゾールムが確かね敵の技を持っていて、だから何回か戦えるんだよね。あいつから覚えないといけないやつもあるから。でもあいつオンリーじゃなかった気がするけど。そうか、まあまあまあそれは違うよね、リバースだもんこれ普通にチョコボで、あチョコボで普通に泳げるわ。さっきどこまで行ったんだっけ。ちょっとさ探索してからでいい？探索してからあそこ行きたいね。これも山、これあれか、山チョコボならここ登れるよってことかかもな。そんな気がしてきた。だってこの上のさ霧一生晴れないもんね、このままだと。まあこっからこう上に登れるんじゃないかな。山チョコボ、このチョコボは無理だけど、なんか他にも確かどっかに山のマークあったよね。あった。これはでもどこ、まあ、わかんないなちょっと進めないとね、わかんないね。よし、戻ってきた。とりあえずやれることはね全部やり尽くしたと思うから、もうほぼほぼやり尽くしたなバトルレポートも全部やったし、討伐、これもね。これ全部クリアしたよね。なんか一番下だけ、あ違うか、そういうことね。はいはい、 OK、 よーし進むぞ。タン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 、登れない。何があるんだ。ここ入ったら先に進むのか。特に何もなさそうだから、チョコボのまま行けんのかな。あ、行けないそりゃそうか。あ、チャプター3になった、やっと。クロマントの行方長かったな、チャプターに。わからない、私が長くしたんだけどね。モンスター、ミスリルマインだ。いかにも。うん、ザコは適当にあしらう、深追いは禁物だ。ザコなんていないよ、私には全部強敵。私も、私も、俺もだ。俺も、なんとかしてくれ2000だなカウンターだ。普通の間くらい、極上と普通の間。ま、もみね、もみ、行くぞ、各自注意ここはもともとミスリルを取ってたんだ。お前ら、ミスリル、あ、ここでミスリルの素材が、
手に入るのか。欲しかったんだ。とても硬い。そして美しい。二人とも正解だ。しかもとんでもなく貴重だった。貴重だった。ここ以外で取れたって話は聞いたことがねえ。俺は昔鉱山で働いてたからよ。ああ。この業界はじっとばかり。働いてたね鉱山で。私は知ってるぞパレット。あんまりおすすめじゃねえな。おすすめじゃない。真の技術で似たようなものを作れるようになった。あ、星の目玉。とてつもなく硬くてキラキラしたものをよ。マテリア生成の応用だろうか。うん。へえ、そうなんだ。多分。わあ、すごい、こんななってんの。なんかちゃんと人が入った跡があるね。展示会。そういえばここなんだっけ、観光スポットだったんだよね最初の頃は。でもだんだん死んだに見捨てられて廃れてったみたいなことがレポートに書いてあったような気がする。こんなところに自販機。バイハイポーション在庫3。はい、あとはないか。よし、とりあえずね休んでいこうかな。全回復、元気いっぱい。お、あの人たち、クロマントの男たちが多か。宝箱ないかな。とにかく宝箱を探す。